社民党フェミ、まあ副党首のことですね。大椿優子様のことですね。ひろゆきが反撃、言葉を言い換えるのがいつもの手法ですね。行ってみよう、ババン。サンキュー清美の意味がよくわからない。もともとゆきりんとかいう人はリップ飛ばしたよな。こっから行こうか。俺なりの見解もあるんで行こうか。コラボの問題、不正会計疑惑に対する追及をお願いします。私たちの大切な公金の使用に関する事案ですっていうのをゆきりんとかいう人は、まあこれは半分嫌味で言ってんやろね。当然ね、ね、そんなこと言っても追及なんてしないんだろっていう意味で言ってんやろうけど、それでどういう答え、大椿様がどういう答えをするかが知りたかったのね、ゆきりんはね。んで、私はコラボが不正会計をしていると考えていませんので追及の必要はないと思いますという回答なんですが、これ実はあれやねんな、これが大椿様が今回のコラボ騒動について述べた最初のツイートやと思うよ、これな。実は違うかもしれんけど、俺の知る限りではこれが最初なんですよ。んで、まあいろいろ意見はあるやろうけど、やっぱり俺は前に言った社民党、まあ社民党ズブズブ論が一般的なんで、まあそうなんやろうけど、結局やっぱりこれを見て思ったんが、あんま関係ないんやなって思った。難しいんだけど、なんて言うたらいいのかな。前も説明して、俺の推理ですよ、あくまでもね。俺のプロファイリングですよ。なので、まあ、当てにならへんねんけど、認知プロファイリングで。なんか関係を持ちたいって言うたら、なんかいや、変な言い方なんだけど、社民党としても当然甘い汁は吸いたいし、そのように働きかけてたんやけど、それがまあ、とりあえず、うまく、何？つながりがバシッとできる前にこんな騒動になってしまったんかなって思ってるし、これを見て余計やっぱりそうかなって思う。なんか聞かれたからしょうがないから言っただけみたいな感じ。要するに、いやだ、関連性はあるけど、はっきりと、まあぶっちゃけお金が流れてくる流れが、言ったら水道が引かれる前にこんなことになってしまったんちゃうかなっていうことですよ。俺の意見よ。見方よ、俺の意見。だからもちろんズブズブやで。その、二頭ちゃんと大椿様前から言ってたよ。キモいおじさんシリーズ第2弾やろうねとか言い合う仲やから、それズブズブはズブズブなんやけど、具体的にまあ金の流れが確定する前になってん、こうなってしもった、あーって思ってんちゃうかなと思う。福島もこの人も。で、だから、要するに、おー、危ねえ、危ねえっていう、危ねえ、危ねえみたいな感じになってんのちゃうかな。だから黙ってたんやと思う。なんで黙ってたやろ、この人ら。福島も、この人も。何にも言ってなかったやろ。で、これだよね、ひろゆきとバトルしてんのは、もうひろゆ、もうなんかもう始まってしまったから、この人の性格上、もうバトルせず、もうバトラーやから、この人はもう。ナチュラルボーンバトラーやから、この人は。梅田でも俺対大椿様の大バトルが行われたぐらいやから、もう生まれながらのバトラーやから、もう始まってしもだからバトルしてるだけやと見てます、俺は。うん。ね、不正会計をしているとは考えてませんので、追及の必要はないと思いますっつうのは、一応筋は通ってると思うんだけどな、俺。ただなんか、言い間違えてんなと思うのは、不正会計しているかどうかはまだはっきりしていませんのでって言うべきやね。考え、じゃあお前の考えはどうでもいいねっていうことで、まあこの言葉選びが、まあ、この人ならではの間違い方してんなと思うけど、かなぁ。まあ俺の見方なんで別にそれが正しいとも言い切りませんが、という感じかなと思います。俺は。こういう見方してるのは俺だけだと思うけど。で、対ひろゆきなんやけど、追及の必要、だから言ったらさ、これ擁護も別にしてないやろ。厳密には。私らはノータッチですよって言うてるだけやろ。擁護も、擁護もしてないし、批判もしてないってことよ。
ひろゆきと大椿様のバトルで多分初めてやんな、直接のバトルな。二刀夢乃さんの一般社団法人コラボ不正会計に関して東京都監査委員が本件清算には不当な点が認められると報告したことに対して、社民と副党首の私が不正会計だと考えていないので調べる必要ない、税金が公正に使われるかどうかは裁判所や納税者なく社民党が決めるんですねまあこれはひろゆきもなんかちょっとなんか言い過ぎというか、まあでもひろゆきらしい、社民党が決めるなどと言ってもいないのに言葉を言いかけるのがいつもの手法ですね。まあ言葉の言い換えに関してはお前が言うなよな。まあでもまあな、どうやな、もうこれの続きもあったよね。うん、なんかまあ軽い嫌味やね。社民党が決めるんですねって言ってまあ煽ってんやろ、要するに大椿様を。社民党が決めるなどとも言ってないけど、考えて、でも俺これ自体は別に知っての通り、俺が大椿様を擁護するわけはないってみんな知ってると思うけど、これ自体は別に筋は通ってると思うんだけどな、俺。別に私は不正会計をしてるとは考えても、まあちょっとおかしいか。まあタッチしたくないっていうことなんやから、まあそれでええんちゃうかなと。だからスルーすりゃええのよね、別に。それやのにもう、ナチュラルボーンバトラーやからバトルしてしまうの。しかもさ、しかももう、ひろゆきやん。辺野古で散々、辺野古のことを散々おちょくられたらさ、自分のところの山城ハゲ、ヒロジのことを散々おちょくられた副党首様が、ひろゆきが出てきたもんやから、もうそれはバトルせざるを得へんよね。紛争決裁は確定だよ。もう確定やからもう、そこよね。なんかもっと言い方はあるよね。全てが確定してから考えたいと思いますぐらい言うといたらいいのにな。まあ、擁護は擁護か、俺。不正会計をして、でもさ、あれでこれも。不正してないとは言ってないのよ。大椿様も。不正会計してないとは言ってないのよ。実はこれな。していると考えていませんとしか言ってないから、してないとは言ってないのよ。コラボは不正会計をしてませんとは言ってないのよね。私は考えていませんって言ってるだけの話だからね。やっぱり誰も不正してないとは言っていないが、まだ崩れてないよ。その本人のあの弁護団とか以外が言ってんのは俺は見たことがないよ。想像しますと同義語や。他にもあったよね、これね。ひろゆき対、これの続きがあったはずやねんけど、これか。あ、これ一緒か。あ、もう一個あったと思うんだけど、こっちかな。社民党が決めるんですね。あ、これさっきと一緒か。きよみちゃん若っ。あ、違う、これみずほか。きよみちゃんじゃん、みずぽやん。左。拉致などない。まあ、確かにひろゆきもちょっと言いがかりっぽいわ。ところはあるかなと思うけど。これもう一個あったと思うんだけど、何やったっけ。ゆうこ、あの時の情熱を取り戻せ。森友学園問題、加計学園問題を追及せず、いつまでやってるんだと野党を批判し、審議を避け、問題を闇に葬る政治家の方が問題あり、今メディアが統一教会のことを報じるのはもう当然のこと。本当だね。あれ、もう一個あったはずなんだけど。ブーメラン来た。ひろゆき、公認会計士を含む東京都監査委員の報告、コラボ、高級なレストランの食事代、宿泊代、理解しがたい物品の購入代に税金を使っている、また、経営浴場はありえない遠隔地の宿泊代を計上するなど、妥当ではない経費を計上して、不当な請求をしている、社民党副党首3万いいねだから調べる必要ないと擁護。これはちょっと広いけど間違ってんのよ、実はこの件に関しては。これだから大椿様はひろゆきに3万いいねがついて、あ、でもこれでここで擁護してんな、結局な、コラボのな。でコラボ側は見解出しても、この3万、ひろゆきについた3万以上のいいねが書き消されていくってこと言ってんだよな。ほんまやな。盛りかけって結局なんあれよく分かってんね、実は。善人面で公金躊躇しながら反日している、最悪やな、ほんまやな。桃子さんの言うとおりで最悪やで、ほんま最悪やで。これやっぱり擁護してんなこいつらな。うん、でもなんかもうバトってしもたから、もう言ってしまった感はあるなと思うんだけどな。財務官僚の暴走、極左カルトの暇つぶしっていうことですな。